仕事は仕事、あれはあれ。だってあなたのその燃えるような女体を縛るのはたやすいことですが。何なんだよ燃えるような女体ってのは。今私はビジネスの最中。は大人になってください。申し訳ありません。おめえとは無理してる、無理してる、無理してる、無理してる。マジックさん、おお、ちょっと入ってくれ。なること同い年だ。妹の名前だ、覚えておいてくれたまえ。手より前に出るんじゃねえ。でかくに私の部下になるんだと言ったら途端密輸密輸とった。お風呂に早く違って男で一つで育った子なんだが、お茶、お花とお稽古を勧めるしか能のないこの兄貴によく尽くしてくれる妹は、妹だけは幸せになってほしい。おお、熊田さん、うちの部長はね、妹さんの話をすると機嫌が良くなる。いらんことは言わんでよろしい。いらんことじゃないじゃありませんか。マリコさんだってもう十分一人歩きできる年です。あなたが犠牲になることなんかないの。女はそんなにバカじゃありませんわ。この殺しはかなり手こずりそうだな。だからこそあなたと話してきたんじゃありませんと。難しい事件はいつもあなたと話した。ダメだよ、ダメだよ。すぐに引き受けちゃって、おかげで四六時中仕事仕事、あなたとは仕事一本やるじゃない。水野君、愛のささやきはベッドの上でしか私は好まない。女はベッドが全てじゃありませんわ。あなた方いつもこんなことやってるんですか。おい、おい、対岸に選択してくれ。おい、そこのガキンチョポニーテール。はぁ、確かにあんたのその熱苦しい笑い方頭にきますな。どの辺が頭にきたってわけ。僕に今言うと踏み込めてない理由分けっていうような気がして。いつか殺す。全然痛くねえからね。いいですか部長、海なんてもうしがない婚姻の情報は見ちゃいかんもんです。見たくてもう俺が言うんだ。山口愛子はどんな顔して海が見たいと言ったんだ。口減らしに東京に出され、雑誌のグラビア通りがおちゃんだと、塗りたくりはそれが化粧だとしか思っちゃいねえ山梨の娘がどんな顔して海が見たい泣いたんだ。イタメントだが一人で見るのは怖いから一緒に見よう、泣いたんだ。よろしく哀愁。採用されているのもあるので、ぜひ